突撃地球の研究室、ラブラブキュー、始まるじゃん。秋ね。秋じゃな。じゃん。リリリリリリリ。なかなか上手にできないわね。虫さんたちってどうやって上手に音を出してるのかな。それはじゃな、そこにいる虫さんたちは羽をこすり合わせて音を奏でておるんじゃ。そうなんだ。あ、手とか石や木だってこすり合わせたら音が鳴るもんね。そうじゃな、何かと何かをこすり合わせたら音が鳴る、そういうルールがあるんじゃな。お、ルールといえば今日はちょうどそんなお話じゃぞ。気になる。それじゃあ行くわよ。ポチッと、それ。皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは九王国の救世人エイト特派員です。ナル特派員です。ショウタ特派員です。3人合わせてチーム Q。 そして地球人のアイドルユニットコニャンコのアイリンことアイリです。小学3年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイリちゃんはアイドルユニットのコニャンコっていうユニットで歌とかダンスをいっぱい披露してるんだよね。今日は一緒に楽しく勉強していこうね。はい。そして今回もバーチャル研究室からとっておきの先生が来てくださってます。というわけで一緒に呼んでみましょう。せーの、先生。はい、こんにちは。リサーチャー系 VTuber の北千夏朝香子と申します。今日は私が大好きな物理学の魅力についてお伝えしにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介しよう。北白川かかぽ先生。先生はリサーチャー系 VTuber として、さまざまな形で科学を伝える活動をされているんじゃ。そうなんだ。今日は先生が大学や大学院で勉強研究されてきた物理学について教えてくださるんじゃぞ。物理学？なんだか難しそう。そう思うじゃろう。かかぽ先生の物理学のお話は楽しいんじゃぞ。じゃん。ということで今日は物理学のお話をしたいんですけれど、皆さん物理学って聞いたことありますか？どうですか？なんだか難しいイメージがあります。聞いたことないかもしれないです。そうなんですね、特派員。いやもうなので今日は本当に物理学って初めて聞いたよっていう子にも、少し物理学って何なのかなっていうところを伝えられたらなって思ってます。まあ、じゃあ早速ちょっと説明しますと、物理学っていうのは自然界のルールを探る学問なんです。言い換えれば世界をシンプルに捉えるための学問ということもできます。ちょっとかっこよくないですか？ちなみにみんなゲームはしますか？ゲームはします。あ、ですよね、ですよね。カカポもゲーム大好きなんですけれど、ゲームをするときルールがわからないと遊べないですよね。わかんないときはじゃあどうするかっていうと、説明書とかそういうの読んでルールを理解しますよね。それじゃあ私たちが生きているこの世界にはそういったルールってあると思いますか？僕はあると思う。お、ソータくん、例えばじゃあどんなルールがあると思います？人に会ったら挨拶をする。確かに、挨拶をする。素晴らしいルールだ。素晴らしい。それも一つルールですよね。ただちょっと今回の物理学のルールっていうとまたちょっと違う性質のものなんです。例えば熱いスープとか注いだとして、それを放っておくとどんどん冷たくなっていきますよね。逆に
熱いもの置いといてめっちゃまたより熱くなるなんてことはないですよね。それが一つルール。冷たいものから温かくなるものっていうのはないけれど、温かいものは冷たくなっていく。例えばそれって当たり前のように思えるけど、実はちょっとこれって本当に当たり前なのかな？あれなんでもっと温かくなんないんだろうとか、そういった不思議をどんどん探っていく、そういったものが物理学なんです。はい、ということで、そうたくんの回答は、人間が作ったルール、人間が気持ちよく生きていくためのルールで、今私が物理学のルールって言ってるのは、人間が生まれるもうずっと前から、もうこの世界がもうむしろある時から存在するというレベルの、そういったもう自然界にもともとあるルールのことを今、物理学のルールっていう風に言ってます。あ、では、はい。お、なるちゃん何でしょう？じゃあ、太陽を見ると眩しいっていうのは物理ですか？いいですね、いいですね。まあ、その眩しいって感じるっていうのが、まずその太陽って光なんですよね。太陽の光が今目に降り注いでいる。そういったところは物理学のルールで決まっていることで、ただその眩しいって感じるのはその人間の目にその光を感じるセンサーがあるっていう、そういったところから眩しいって感じちゃうっていうので、まあ、半分正解、半分物理、半分生物みたいな感じですかね。はぁ、人間が関係ないルールだったらいいのか。そうだなぁ、なるちゃんが半分正解だったんでしょ。太陽の光って言ってたもんね。あ、はい、うん、エイトくん、太陽の光ってことは、ですね、太陽の光って昼間は空って青いじゃないですか。でも夜はなんだか黒い。あ、あ、それはいいですね、いいですね。それはあれですね、物理のルールで説明できちゃいますね。おー、物理のルールだなあ。昼って太陽が出ていて光が空から注いでいると思うんですけれど、その太陽光っていうのは赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫というような虹色のそのいろいろな光が混じってます。これは前のあのラブラボ級でも虹の話をされてたと思うんですけれど、まあ、そのいろんな光っていうのが我々の目に届くまでの間に空気中の分子、粒々にぶつかります。粒々にぶつかるとどうなるかっていうと、特に青色の光っていうのが散らばっちゃいます。で、その散らばった青色の光っていうのを私たちが見ているので、昼間は青く見える空が。で、まあ、逆に夜はなんで黒いかっていうと、もう光がないから、まぶたを閉じると黒く見えるみたいな感じで、まあ、光がないと人間は黒く感じますということですね。いや、すごい。もう本当にこんなにすぐに物理のルールにたどり着くなんて、すごいやー。おー、やったあ、アリちゃんあった？スーパーでみかんを買った時に、ちっちゃい袋で3、4個くらい入ってて、坂道の時にコロコロ転がっちゃって、みかんがなんか潰れちゃったっていう。あー、素晴らしい。もう、あれだ、アイリンちゃんはもう物理学者だわ。おー、すごい。そこに気づけるのはすごい。すごい。これはあれですね、万有引力の法則によるものですね。これちょっと難しいんですけれど、なんかそのリンゴが木から落ちるっていう、もうその物って手離すと落ちますよね。それも実はルールなんですね。逆に手離したら物がふわふわって浮いていけませんよね。それもルールで、まあ、この坂道に置いたみかんっていうのも、万有引力っていうと、その、どんどん、その地球の中心に引っ張られていくっていうところなので、できるだけ地球の中心に近い、もっと下の方に転がっていくっていうのが、今回のみかんの、なんで転がっていくんだろうの説明になります。おー、それも、そんなみかんがコロコロ転がってくって、普段の生活にあるようなことが、物理と関係してるんですね。そうなんです。あれ、じゃあ今度お家の中にはそういったルールっていうのが
あるかな、どうだろう。はい。あ、どうぞ、奈良さん。時計が壁に画鋲が刺さってこうかかってるのは物理ですか？あ、かかってるのは物理ですね。素晴らしい。あ、じゃあはい。さっきあったかいものは冷たくなっていくっていうお話があったと思うんですけど、電子レンジに入れれば冷たいものもチンしてあったかくできちゃう。素晴らしい。それは物理ですね。だから普通に置いておくだけだと冷めていくだけだけれど、電子レンジではその電磁波っていうものを使って水分を振動させることで温めちゃうことができるんです。あ、はい。地震が起こったら上の階の人の方がでっかく言う。あ、それは物理ですね。すごい。なんかめっちゃいろいろと物理法則が関わっていそうだな。なんか結構物理って基本的に最初に言ったようにシンプルに世界を捉える学問なので、逆に言うと複雑な、例えばビルとかの物理学っていうと本当に逆にいろんなルールが重なり合わさってそれで説明ができるっていうことなので、それをちょっとシンプルに説明するのはちょっと難しいかもしれない。先生、紙が破けるとかってどうですか？物理ですか？それはもう本当にあれですね、破壊現象なので大学とかでも研究がされてるくらいのことかもしれない。もうなんかルールがむしろ見つけづらい、難しいっていうレベルの複雑な物理現象なので、もう物理、満点物理ですね。すごい。物理でもルールが見つかってないものもたくさんあったりしていて、ルール的な感じでシンプルに説明できないものも物理現象は物理現象なので、いや、そういったところを本当にみんなが大人になって研究して明らかにしてくれるとカカポは嬉しいな。あとはみんなコマとかってお家にあったりするかな？コマ、あ、え、ある。お、すごい。あいりちゃん、私は実は自分で可愛くしたコマがあるんです。あー、かわいい。すごい。僕は作りました。え、すごいな。実は僕も持っているのだ、コマ。それすっごい昔のだ。はい、じゃあみんなせっかくコマを持ってきてもらったので、じゃあ代表してなるちゃんにちょっとコマを回してもらいつつ、そのコマに潜んでる物理についてちょっと説明していきたいと思います。じゃあ行きます。来るかな。行きます。はい。コマっていうのが一度回すとこのようになかなか止まらないですよね。これがどうしてかっていうと、外から力が働かないと運動が変化しないっていうのが物理の基本的なルールになってます。なのでコマはずっと回り続けるんですけれど、ただ現実のコマはある程度時間が経つと、あ、今ちょっとなるちゃんのコマが、あ、フラフラしているようにだんだん止まってきてしまうんですね。で、それはどうしてかっていうと、地面との摩擦とか空気抵抗による力を受けるからなんです。で、その売られているコマっていうのは極力地面との摩擦や空気抵抗の影響が小さくなるように設計されているので、このように長時間回すことも可能なんですね。あ、先生。はい。今なるちゃんはちょっとお上品な感じでこうおしとやかに回してくれてたと思うんですけど、もっと超ムキムキマッチョマンの身長5メートル80センチぐらいの人みたいな人がうわーって回したら、ずっと永遠に回ったりしないんですか？永遠に回し続けるのはいくらマッチョの人でも難しいですね。やっぱりそのどうしても摩擦っていうのをゼロにするっていうのは難しいので、まあ、もちろんそのマッチョの人が回すとより長い時間回り続けるかもしれないんですけれど、やっぱり永遠に回し続けるっていうのは難しいんですね。そうなんですね。マッチョになるだけだと物理は逆転できないんですね。そうですね。やっぱり人間の努力じゃどうしようもできないっていうのがある意味自然界のルールなのかもしれないですね。みんなもね、物理を感じながらコマ回したら賢くなった気分でちょっと楽しいかもしれないよね。はい、ということで
これまで身近にある物理学に着目してきたと思うんですけれど、まあ私実はリサーチャー調査員の VTuber ということで、今度ちょっと物理学のその広さ、いろんなところに本当に物理学って役立ったりしてるんだよっていうところをお伝えするために、最近の物理学ニュースについてちょっと面白いものを皆さんにご紹介したいと思います。皆さん、透明マントってわかります？透明マント、うん、あ、そうそうそう、かぶったら透明になっちゃっていたずらもし放題かもしれないなんていう、そういった透明マントって、まあそのドラえもんとかそういうところではまああったかもしれないけれど、もしかするとそれ本当に実現しちゃうかもしれないっていうのが、本当に最近もう真面目に研究されてきているんですね。それはメタマテリアルっていうんですけれど、このメタマテリアルっていうのが何かと言いますと、とっても細かいその加工ができる、そういった技術っていうのが最近本当に進んできていて、その物質っていうのは、その電磁波、光とかの進み方っていうのが、そのメタマテリアルっていうものがそれで作られると、普通の物質とはその光の進み方が異なるように設計することもできるんですね。で、まあ、それで適切に設計してあげることで光の進み方をコントロールできる。つまりその透明マントって、だから被ると向こう側の景色が見えちゃうっていうことなんで、その光が進むときにうまくマントの力で光を曲げてあげることで、目に入るときに、もう例えばエイト君がその透明マント被ってたら、その後ろの銀色のものが見えて、エイト君は見えないっていうことは実現されるかもしれない。なんでそういう透明マントを作ったりできるかもしれないっていう、そういうのも物理学の研究で本当に進んできているっていうお話です。どうですか、物理。めちゃくちゃ身近なところからすごくいろんなものを対象にでしているっていうのが物理なんですね。で、こういったものって本当の実際の研究はもちろん難しいんですけれど、根っこにあるのは最初にお伝えしたような基本的な自然界のルールっていうところを元に皆さん研究しているっていうところで、なので今日お伝えしたところで皆さんも物理学の基礎はもうエッセンスはきっと身につけただろうというところで、いやーきっとみんなすごすご物理学者になっていくはず。あ、ワクワク。いつかこの中ですごい宇宙の未来とか研究してくださってる方が出てくれば、もうカカパめちゃくちゃ嬉しいですね。先生、今日やったルールは算数みたいに式とかに書けるんですか？いや、素晴らしいです、愛理ちゃん。もうこれ、本当に、着眼点がマジで物理学者。いや、今日、難しいかなって思ってちょっと伝えれてなかったんですけれど、いや、本当にそれが物理のめちゃくちゃ大事なところでして、その物理ってどうやってルールを見つけるかっていうと、まずはその現象を観察する。例えば、最初に言ってたみかんが転がっていく、なんでだろうとか、そういった現象を観察してあげて、で、そこから法則、ルールっていうのを見つけてあげます。でも、そのルールって見つけてもなんかその伝えないとダメですよね。そういった時に、物理では言葉ではなくて、数式、算数、数学で表すんですね。そこが物理ですごく大事なところなんですね。その数式、式で表してあげるところ、ことで、それこそみかんが転がって何秒後に坂道下るだろうとか、そういったことも計算で求められるようになっちゃうっていう、それが一つ物理ですごく大事で面白いところなんですね。いやー素晴らしい、ありがとうございます。はい、というわけでカカポ先生、今日は物理学、僕たちは何も知らなかったのにこんなに身近に感じられたりとか、いろんな世界に物理の法則が散らばってるんだな、なんてことをね、いろいろ教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも僕たちは物理についてね、たくさん学んでいきましょうね。というわけで、国王様と王女様にお戻ししましょうか。じゃあまたね。バイバーイ。
バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。虫さんの音がどうやって鳴っているのか考えるのも物理学だったのね。それなら楽しめるかも。じゃん。そうじゃろう。そうやってルールを見つけていくことが物理学の入り口になるんじゃな。そこから詳しく学んでいくためにはいろんな公式を学んだり積み重ねていくことが大切なんじゃぞ。よーし、それじゃもっともっといっぱいルールを発見するわよ。その前に腹ごしらえね。秋じゃな。秋ね。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。